行政区から雪原まで結構かかりましたね。すごい雪、北方山脈より降っている気がします。この様子だと雪は夜まで強くなる一方だと思う。まずは野営に適した場所を探さないと。はい、覚えています。あなたのマニュアルに書いてありました。野営地は平坦で乾燥していて、風が当たらない日陰、そして少し高くなっている場所を選ぶ必要があると。さすがペラ、完璧だね。でもこの辺りで条件に合う野営地を見つけるのは難しいかも。このまま進みながら探そう。もちろんオーロラの観察に適した場所。ありがとうございます、リンタン。それではあなたに任せて、私はおとなしく後についていきますね。野営地は平坦で乾燥していて、風が当たらない日陰で少し高くなっていて、そしてオーロラの観察にも適している場所。なかなか難しいですね。この坂道は見晴らしが良くて、オーロラの観察にも適していそうですね。いや、ここは風口で表現狼の痕跡もあるから、ここで野営するのは危険だと思う。なるほど、それなら引き続き先に進みましょう。愉快な反撃の時間です。おやおや。野営地は平坦で乾燥していて、風が当たらない日陰で少し高くなっていて、そしてオーロラの観察にも適している場所。なかなか難しいですね。ここは風が当たらない日陰で、地面も平らですが、ただ周囲が崖に囲まれていて、もし落石や崖崩れがあったら危ない。それにここは見通しが良くない。あ、いい場所を思いついた。そんなに遠くないからしっかりついてきて。え、あ、はい。工事のようですね。まさかここがあなたの言ういい場所なのですか？そう、ここはカンタバレーに行くときに必ず通る場所で、両側に低い崖があるの。でも前に来たときに通りやすいように綺麗にしておいたから、崩れる心配もない。あとこの時期の山風は北から吹いてくるんだけど、この低い崖は雪原の強風を遮ってくれる。これもさっきの坂道が野営地に向いてない理由なんだ。あ、全く気がつきませんでした。
野営は奥が深いのですね。そうでもないよ。ただベロブルグ以外の自然環境が厳しすぎるだけ。ここの天気が城内と同じくらい良かったら、快適な場所を探して野営をすればいいだけだから。確かに、そんな日が早く来るといいですね。あ、ここはあまり見晴らしが良くないようですが、オーロラの観察に影響はないのでしょうか。その答えは最後のお楽しみにとっておいて。今は先にテントを張って、今晩必要な食材を集めよう。あ、はい。では私にやらせてください。野営マニュアルの該当箇所は全て暗記してきましたので。わかった。じゃあ私はストーブを設置するね。何か問題があったらいつでも声をかけて。あれ、ストーブがつかない。どうしよう、原因がわからない。ペラに聞いてみよう。変ですね。マニュアル通りに進めているのに。あ、リンタン、少し見てもらえませんか？マニュアル通りに組み立てたのですが、テントがグラグラしてしまって。どれどれ。フレーム、ポール、ガイライン。全部問題ないけど。あ、ペグかも。これでよし。やっぱりペグに問題があったみたい。言い忘れてたけど、こういう雪が深いところでは、亜鉛鉄製の頑丈なペグを使った方がいいんだ。なるほど。確かに、さっきよりも安定していますね。さすがはリンタンです。そんなに褒めないで。元はといえば、私がうっかりしてたのが悪いんだし。あ、それで、このストーブを見てくれない？壊れてるみたいで。え？わかりました。ちょっと見せてください。ふむ、どうやら、地髄燃料の活性化部品が壊れているようです。予備は持ってきていますか？持ってきてない。姉ちゃんが、これは新品だって言ってたから。もしかして、間違えて違うやつを持ってきちゃった？それじゃあ、今日は自炊で火を起こすしかない。わざわざ姉ちゃんに頼んだのに。大丈夫ですよ。この部品はどこにでもあるものですから、近くの廃墟の中に使える交換部品があるかもしれません。リンタンは他のことをしていてください。私が付近を探してきます。あ、ついでに食材も集めてきますね。あ、私も行く。食材を集めるのは簡単でも、部品を見つけるのは大変だと思う。とにかく探してみましょう。もし見つからなくても、マニュアルに書いてある通り、薪を割って火を起こせば問題ありません。あ、実は予備の地髄の塊があって。この廃墟にストーブの予備部品があるかもしれません。私が見てみますね。まさか中に入るつもり？もちろんです。欲しいものが自分から出てくるわけがありませんから。そう。気をつけてね。よいしょ。よいしょ。
何か見つけた？部品はありませんでしたが、これを見つけました。ただ食べられるかどうかは分かりません。ふむ、変質してないし食べられると思う。え？カンパのおかげだね。じゃないと700年前の刺身なんて絶対に食べられないよ。700年前？愉快な反撃の時間です。あれ、この木の幹の中どうかしましたか？食材があるかも。え？こうやってこじ開ければ、ほらいた。これは雪なめぐじって言って、周囲の環境に合わせて擬態するんだ。すごく可愛いよね。これは食べられない気がしますが。ううん、これを火で炙ると食感が良くなって美味しいんだ。少し雪地ネズミに似てるかも。もっと食べられない気がしてきました。この木箱、なんだか怪しいですね。もしかしたらストーブの部品が見つかるかもしれません。じゃあ、私が開けてみる。いえ、大丈夫です。安心して私に任せてください。うん。これは何でしょう。ソーセージの束？そうみたい。見た感じ、最近ここに置かれたものみたいだけど、まさかベロブルグの雪男が食べ物を蓄えてるとか。ベロブルグの雪男って何ですか？伝説の生き物で、人と猿の中間の見た目で、成人男性に似ていて体毛は紺色らしい。神出鬼没でベロブルグ中を探しても、それが存在する確実な証拠は見つけることができないとか。私も何度か見かけたことがあるけど、写真を撮ろうとした次の瞬間にはいなくなっちゃうんだよね。このソーセージの束はベロブルグを震撼させる発見かもしれない。持って帰ろう。あ、ですが見てください、ここに文字が書かれています。さあ、なんとか木。途中の文字は読めませんが、どうやら名前のようですね。これはその雪男が蓄えた食料ではないと思います。それとも雪男は字を書けるのですか？はあ、落ち込まないでください。リンターならきっと他の証拠を見つけられますから。このソーセージの束については持ち主のためにもここに残しておきましょう。
この雪の吹き溜まり、中に何かあるみたい。え？私が掘るから、ペラは何もしなくていいよ。これも野営の一環ですよね。私にも体験させてください。あ、うん。わかった。あ、やはり何かありました。これは、人参？間違いない。これは雪人参だ。甘くて美味しい。あ、いや、これは、冬眠してる雪人参ウサギかも。え？ウサギなんですか？うん。このウサギは、雪人参にそっくりなんだ。耳は葉っぱで、体は人参本体。冬眠するときは土で体を包むから人参と変わらないように見えるの。なるほど。それなら元の場所に戻してあげましょう。うん。その方が雪原の生態系にとってもいいと思う。この辺りは一通り探し終わったね。ペラ、そろそろ戻ろう。はい、戻りましょう。はあ、残念ですが、部品を見つけることはできませんでしたね。大丈夫。地髄を使えば火を起こせるから。戻って一緒にご飯を食べよう。ペラ。はい、どうかしましたか？実は、あのストーブがなくても、火を起こしてご飯を作れるんだよね。わかっていますよ。どちらにしても食材を集める必要があったので、ついでに探しただけです。おや？捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。愉快な反撃の時間です。おや？や！おや？ペラ。はい、どうかしましたか？実は、あのストーブがなくても、火を起こしてご飯を作れるんだよね。わかっていますよ。どちらにしても食材を集める必要があったので、ついでに探しただけです。あれ？野営地に何かいるみたい。気をつけて。小動物か何かでしょうか。リンタン、待ってください。野営地にいるのはとても危険な烈海生物です。うん、私にも見えてる。でも敵意はないみたいだし、丸っこくてちょっと可愛い。外見に騙されてはいけません。過去に烈海で行方不明になったシルバーメインのうち2名は、命令を聞かずにあの烈海生物を追いかけてそのままタイに戻ってこなかったのですから。私たちはまだあの生物の習性を完全に理解しているわけではありません。ただ一つ分かっているのは、あれには人を惑わす能力があるということです。え？あの子は前にいいものをくれたし、私を傷つけるつもりもなさそうだったけど、
それが人を惑わす方法なのでしょう。あなたが危険な目に遭わなくてよかった。安全面を考慮して、あれは倒しましょう。劣化生物はベロブルグの敵、信用できません。あ、でも、何ですか？この前は写真を撮れなかったけど、今って絶好のチャンスだよね。せめて写真を撮らせて、ペラ。これは、科学観測員としての義務だから。わかりました。ですが、シャッターの音やフラッシュで怒らせてしまう可能性が。あ、こっちに気づいたみたい。私たちを襲うチャンスを伺っているのかもしれません。気をつけてください。やっと写真が撮れた。消えてしまったようですね。逃げたのでしょうか。うん。これがあの子たちの習性なんだと思う。驚いたら奇妙な方法を使って、あっという間に消えちゃうんだ。これは、私が長期間観察して出した結論。行方不明になったシルバーメインたちは、あれを追いかけている間に道に迷って、戻って来られなくなったんじゃないかな。すみません。神経質になりすぎたようです。謝らないで。慎重になるのはいいことだよ。とにかく危機は去った。これで、ご飯の準備ができる。ん？さっきの子、何か落としていったみたい。地髄燃料の活性化部品です。こんなところで見つかるなんて。リンタン、あなたは何か見つけましたか？あ、なんでもない。ただの骨董品だった。その部品が見つかって本当によかった。早くストーブを修理しよう。リンタン、何か言いたいことがあるのではありませんか？ないない、気のせいだよ。わかりました。追求はしないでおきましょう。わかりました。これでよしっと。今のって魔法じゃないの？私には何が問題なのか全然わからなかった。そんなに高度な技術ではありませんよ。以前セイバルさんに少し教わっただけです。姉ちゃん。はい、セイバルさんです。どうかしましたか？あ、なんでもない。ただ、たまに、姉ちゃんが羨ましくて。あの人は何でもできるから。あなたもそうじゃないですか。え？極地探検の専門家と機械の専門家は、どちらも同じ専門家でしょ？私からすれば、あなたもセイバルさんと同じくらいすごいと思いますが。それに、あなたがセイバルさんから何かを学ぶのは、それほど難しいことではないですよね。
きっと喜んで教えてくれるでしょう。あなたは彼女の実の妹なのですから。それはそうかもしれないけど、この話は後にしよう。もう暗くなる時間だから、ご飯を作らないと。はい、私それを一番楽しみにしていて、あ、いえ、一番はオーロラを見ることでした。とにかくまずは食材をチェックしよう。経験上どの食材にも独自の効果があって、組み合わせ次第で思わぬ効果を発揮する。今回はどんな効果になるんだろう。適当に試してみよう。あ、700年前の刺身と可愛い雪なめくじ、どちらも食べられそうにないですが。大丈夫、煮込んじゃえば問題ない。クリームと砕いたビスケットを入れて、そこにシュールストレミングを加えて。シュールストレミングも入れるんですか？それじゃあ今日のメインディッシュはこれで決まり。私の料理の腕前を見せてあげる。その、私が作るので、リンタンは休んでいた方が。大丈夫だから、私に任せて。じゃじゃーん！超美味しい雪原なんでも煮込みの出来上がり！わあ、美味しそうです！いただきます！お腹もいっぱいになりましたし、あとはオーロラを待つだけですね。うん、もう少しすれば見れると思う。それまで少し話をしよう。ペラ、どうして一緒に野営に来てくれたの？え？前に言ってたよね。普段は忙しいから、休みの日くらいずっとベッドで寝転がってたいって。あ、もしかしてお邪魔でしたか？すみません。そんなことない。確かに人と関わるのは苦手だけど、今回は親友との野営だから、すごく楽しいんだ。ペラは邪魔なんかじゃない。ペラって、いつもそうだよね。今回の野営だってそう。最初から、何でもかんでも引き受けようとするの。そんなことしないで、全部私に任せてくれていいんだよ。野営はリラックスしてやるものなんだから。そうですね。ですが、それでも、私は今回の野営を楽しんでいます。何しろ、ようやく自分のやりたいことに挑戦するチャンスが来たのですから。やりたいことって、北に漫画を描くことじゃないの？はい。あれは、大々的に人に言えるものではないので、なんだか息苦しく感じるというか。ペラは人の目を気にしすぎだと思う。そうですね。私もあなたのようになれたらよかったのかもしれません。私にはペラが羨むようなところなんてないよ。ただ姉ちゃんと兄ちゃんが私を子供扱いすることに耐えられなくなっただけ。二人ともすごく優秀だから、一緒にいると、いつもプレッシャーを感じちゃって。私はもう子供じゃない。自分の力で、やりたいことができるのに。どうして二人は心配ばっかりして、私の好きにさせてくれないんだろう。
れが家族というものなんですよ。あ、ごめん、今のなし。ちょっと頭に血が上っちゃったみたい。気にしないでください。どうせ顔も覚えていませんから。それよりオーロラはいつになったら見えるのでしょうか。リンタン、気をつけてください。モンスターが近づいてきています。どうしてあなたがここに。そんなことより、まだ優勢ではありません。今は戦いに集中しよう。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。おや、捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。おや、手段を選ばない。えい、おや、ルールは破るためにある。面倒なことに。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。おや、まさか突然烈海のモンスターが現れるとは。私たちのストーブの明かりに引き寄せられたのかも。性格の危機は去ったはずなのに、なんでまだモンスターがうろついてるんだろう。なるほど。待ってください。それより、どうしてあなたがここにいるのですか？ペラ、この人は？彼はベロブルグを救った、あの大英雄です。そうなんだ。ありがとう。ベロブルグだけじゃなくて、今回は私たちまで助けてくれたんだね。でも、ちょっと聞きたいんだけど、どうして大英雄がこんなところにいるの？大丈夫、大体の予想はついてるから。姉ちゃんと兄ちゃんに私を守るよう頼まれたんだよね。いっつもこうなの。あの二人の妹だと自分だけの時間を作るのが難しいんだ。確かに。待ってください。それさっき私が言ったセリフですよね。はいはい、もういいよ。姉ちゃんと兄ちゃんが極度の心配性なのはうんざりだけど、大英雄に助けられたのは事実だから。ずっと後をついてきてたなら、私たちの野営の目的も知ってるよね。あなたも残って一緒にオーロラを見よう。そろそろオーロラが出る時間のはずだから。あ、リンタン、見てください。ついてきて、こっち。うわあ、性格のことがあってから一番規模の大きいオーロラだと思う。私たち幸運だね。はい、とても幸運ですね。楽しかった。リンタンの作ったご飯を食べてオーロラまで見られて、今回の雪原の旅は大成功でしたね。ペラ、すごく楽しそう。え、私がですか？楽しくなんかありません。本当です。
今までは一緒に野営してもいいと思っていたのですが、急に不満が湧いてきました。私にはベラの本当の気持ちが分かってるから、隠したりしなくていいよ。わかりました。確かに楽しかったです、リンタン。それからあなたのおかげです。さて、これからどうしましょうか。このまま解散しますか、それとも夜になったら一緒に夜食でも食べに行きますか。いいね。行政区の南に美味しいステーキ屋がオープンしたらしいから、そこに行ってみよう。美味しそうですね。では一旦解散してまた夜に会いましょう。あ、ベラ、ちょっと待って。はい、何でしょうか。これあげる。これはストーブを修理する前に地面に落ちてるのを見つけたんだ。多分あの丸っこいでっかい生物が残したものだと思う。そのペラが自分で確かめた方がいいと思って。ペーニャセルゲーフナ。わかりました。ありがとうございます、リンタン。では私はこれで。また夜に会いましょう。うん。からくり工房に行ってランドゥ兄弟に会おう。リンクス、せっかく戻ってきたのに、どうして僕たちに会ってくれないんだ。焦るなって。今回は助っ人もいるんだから。あ、ちょうどあんたの話をしてたところなんだ。リンクスの件はどうだった。見知らぬ人間はペラシカンだったのか。なんというか、確かにリンタンらしいというか。まさかリンタンが自分の身を自分で守れるなら、あの子が何をしようと応援するよ。今回ばかりは姉さんの言う通りだな。これはリンクスの選択だ。僕たちが怒ることではない。ただ雪原での探検はやはり少し危険ではないだろうか。はいはい、そんなに深刻にならなくても、あの子なら大丈夫だって。今回はあんたがいてくれてよかった。ジェイちゃんなんて心配しすぎて夜も眠れなかったんだから。僕は大げさに言うのはやめてくれ姉さん。これからリンタンとどうコミュニケーションを取るかは私たち二人で考えてみる。今回は本当に助かったよ。ありがとう。
曲名を考えるのって大変。知らないんだね。ペーニャ・セルゲーブナ、16年前に事故で亡くなったベロブルグ切手の極地探検家だよ。うん、ベロブルグの有名人だからどこかで聞いたことがあっても不思議じゃない。話を元に戻そう。実は16年前もう一つ大きな出来事があって、その年ペラが生まれたんだ。そう、当時のペーニャさんは妊娠していた自分を顧みずに雪原の駐屯地に残り続けた。最前線に出ることはなかったけど、後方で事務仕事をしてたんだって。そして、ついにその日が来た。大切な時が。不幸にも、その日は大きな事故があった。それに加えて、探検隊は吹雪に見舞われ、駐屯地にいた人は外界との連絡手段を失って、みんなどうすることもできなかった。せめてもの救いは、ペラが無事に生まれたことかな。フロッピー、もし科学観測隊の先輩が言っていたことが本当なら、あれはペーニャさんの遺品だと思う。ペーニャさんは生前同僚に自分の端末とフロッピーをベロブルグに持ち帰るよう頼んだ。中にはペラに残した宝物が入っていて、ペラが大人になれば自然と内容がわかるようになるからって。でもその同僚は帰る途中で劣化生物の襲撃にあった。混乱の中フロッピーはどこかに行っちゃって、手元には端末しか残らなかった。具体的な内容は誰も知らない。でも先輩たちが言うには、彼女はペラに何通も手紙を書いてたんだって。妊娠が分かった日から生まれる日まで、一日も欠かさずに。
緒に来てほしい場所があるの。からくり工房。じゃあ先に行って待ってるから。リンクス、やっと帰ってきたのか。ん？目が赤くなっているが、何かあったのか。本当に空気が読めないんだから。弟は。おかえり、リンタ。よしよし、大丈夫、大丈夫だから。きっと雪原でいろいろあったんだね。しばらく私たちだけにしてくれる？悪いね。家族だけにしてあげよう。